嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。27歳 IT 企業でマネージャーをしていて年収600万です。25歳の元カノとよりを戻したいのですが、この子には32歳ぐらい僕と年収同じぐらいの彼氏がいて結婚しようとしてるみたいです。ただ彼氏が束縛がひどく、僕とその子が連絡できないようにしたり喧嘩などもするという婚人から言われます。またその子から僕のことがタイプと言ってくれていて、少しよりを戻すことを考えてくれているようです。そこで最後の人、その子と付き合うためにどうしたらいいか悩んでいます。作戦のアドバイスをください。拉致したら、結局のところ多分その32歳の人と結婚したいんだと思うんだけど、問題もあって、で下心があるのは分かってるけど、相談相手があなたぐらいしかいないので相談してるっていう状態だと思うんですけど、拉致って手出して相手の人が怒るっていう状態にしとくと、多分別れざるを得なくなると思うので、なのでその手よく使われてるっていう状態をうまく利用して相手とのトラブルを大きくするようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。寝そべり族は結婚せず、子供も持たず、マンションも車も買わず、起業もしない。なるべく仕事の時間を減らし、最低限の生活をする。そして誰も愛さず自分のためだけに生きる。景気のいい中国の若者すら寝そべるんだから、言わんや不景気な日本の若者も引きこもるよね。付き合って2ヶ月ちょいの彼女が2回付き合ったことのある元彼が未だに忘れられてない。好きな気持ちが残ってるので別れてほしいと言われました。ただその彼には DV などひどいことをされて嫌で別れたらしいです。僕はすぐに忘れることはできないのか分かっているので、一緒に過ごせば忘れると思っています。今すぐ忘れるのは難しいと思っていますが、どうすればこのまま彼女と付き合っていけますか。過去だから美化しちゃってて、嫌なことが起きたということを完全に忘れちゃってるんですよね。なので気にせず長く付き合って、さっさと子供作って結婚しちゃってください。そういうその感情が割とその好きだったっていう気持ちが強いタイプの、その感情に重きを置くタイプの人だと思うんですよね、彼女さんが。で、コメントで頭弱めって書いてるんですけど、多分そうだったんですけど、論理的に考えると、マジ DV するやつとかありえなくねってなるんですけど、多分もう DV されてるって痛み自体忘れちゃってるので、なんか好きだったところの感情だけが強くなってるんですよ。で、感情強いタイプは、子供作ると、子供大事ってなるので、子供さえできれば別れたいってならないので、さっさと子供作っちゃってください。こんばんは。謝罪を武器にする恋人への対処方法を教えてほしいです。ことあるごとにごめんと謝ってくるんですが、何一つ謝ることに対しての改善は見えません。喧嘩の最中など頭に血が上ると、言葉を選べなくなり、受け取った側の気持ちを考える想像力が欠落します。そういう相手と円滑に進められる方が知りたいです。別れるは一旦選択肢から排除いただけると幸いです。と、謝ったらそれ以上何も言ってこないから謝るっていう手段を使ってるだけで、多分悪いと全く思ってないと思うんですよね。で、ただ悪いと全く思ってないでしょっていうのを突き詰めると、ごめんなさいって言い続けると思うので、多分もうその M さんに対して本心を話すっていうのを相手の人はやる気がないんですよ。そういう意味でいくと、多分 M さんに対する信頼がもう失われてます。その本心で話をして理解してもらおうと思うのであれば、多分謝らないで、本当はこれに対してこう思ったんですよっていう説明をすると思うんですよ。でも多分昔は多分その説明をしちゃったと思うんですけど、今説明しても理解してもらえないとか分かってもらえないっていうのがあるので、じゃあもう謝ればいいんでしょっていうので謝ってるという状態だと思うので、多分言い争いをしてる時に相手の言い分をちゃんと聞くっていうのをやってください。で、多分多分その口がうまいんだと思うんですよね。こんなどうでもいい質問に6100円払ってんだ、金持ちだと思うんで。で、金持ちだから多分それなりに頭も回って口もうまいんだと思うんですけど、なんで多分言いくるめちゃうんだと思うんですよね。だってこれはお前が悪いじゃん、こういうことだからこうでしょとか、こういうルール決めたじゃんみたいな。っていうのがあって、もうそう言われるんだったら説明できないからごめんなさい、謝りますってなっちゃうと思うんで。男性は女性との食事はおごるべきという価値観。仮にその男性と結婚した後も、他の女性との食事の度におごり続けて家計が減る行為を歓迎するのかな。ほんで一回その言いくるめたら反論しないで、ちゃんと相手の話を聞くっていうのをやってみればいいんじゃないかなと思います。で、対立してる立場で話をすると、多分言い返したくなると思うので、通訳になってみてください。
要はその、分かった、とりあえず、あの、言いたいことを文章化する手伝いをするから、何が言いたいのかを言ってって言って、相手の言ったことを箇条書きでメモに書いて、そのこういう構造でこういう問題点があって、あのこういう気持ちであるっていうのを文章に書く通訳の役目っていうのを一回やってください。通訳なので反論する必要は一切ありません。なので、そのなんか、例えばじゃあ、そのなんか、あの、便所掃除が嫌だとかあったら、そのなんで便所掃除が嫌なのか。でも便所って洗わなきゃいけないじゃんとかって反論なんですよ。なんで反論は一切しないでください。なので、便所掃除がしたくない理由を言われたら、そっか、汚いもん触りたくないよね、とか、その便所掃除って私の担当じゃないと思うとか、あなた金持ってるんだから、なんかメイドとか雇えばいいじゃん、とか言ったら、確かにね、って言いながら、相手の言ってることを全部箇条書きで文章に書くっていう通訳を一回やってみると、相手の人が本当に話したいことっていうのを聞けると思います。なので、その反論しないっていう訓練をしてください。妻や上司を論破してはいけない。これだけの理由、大事、大事。論破とか二流のやることですよ。安西さん、コメント書き忘れ、謎のスタンプ、29歳男です。5年付き合った彼女と夏に別れました。理由は向こうに魅力を感じなくなったこと、別の人に目移りしたためです。私が体調を崩した時、その人が助けてくれたことで恋を抱き、今はその女性と追いつけしています。ただ元カノに別れ話をした際、別れたくないと泣きながら言われたことを今も思い出します。また同じ職場で毎日顔を合わせるため傷つけてしまった罪悪感を拭いません。このことを今の彼女に知られ傷つけてしまいました。このまま痛みを抱えて生きていくしかないんでしょうか。僕が笑ってる理由は、あの、自分の傷のことしか考えてないという、そのサイコパスっぷりが面白いから笑いました。まず、あの、要は、その、なんとなくその困った時に、あの、助けてくれた人に目移りしました。だから、元彼女を捨てました。でも、元彼女は職場にいて、毎日会い続けますね。多分、傷具合で言ったら、元彼女の傷具合のがめっちゃでかいんですよ。で、元彼女の傷具合を置いといて、次にその新彼女が知られて傷つけてしまった。で、その傷つけてしまったという痛み、自分、ようやくそこで自分痛みを感じたんですよ。で、その自分の痛みを抱えて生きていくしかないんでしょうかっていう、他の人に対しての傷に対しては全く気になってなくて、気になってるのは自分自身の傷っていうところが、すごいサイコパスっぽくて面白いなと思ってるんで、そういう意味で、あの、ありがとうございます。あの、僕こういう人好きです。はい。で、あの、痛みを抱えて生きていくのが嫌であれば、あの、痛みを感じなくなってください。要はその、今の彼女に傷つけてしまったことで初めて傷ついたんだと思うんですけど、それは、その、今の彼女がそれを知ったからなので、知らなければ傷つかなかったんですよ。なので、嘘をつき通して、周りの人を幸せにしているように見せかけて、そうすると自分自身は傷つかないってことができるので、あの、そこら辺のソシオパスっぷりを今後も頑張って、あの、生きていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。皇族がお見合いではなく恋愛結婚をしようとすると、学生時代の知り合いぐらいしか機会はないわけです。バッシングに耐えながら異国の地で生活するための基盤を用意できる一般男性なんてそうそういないので、眞子さんはマジで人を見る目あると思うオイラです。婚約した彼女がいます。彼女とは知人の紹介で知り合いました。知人から、彼女を幸せにするなら自営業を捨てて彼女を幸せの目を考えると言われました。僕は今の仕事を大事にしたいと思っています。知人になぜそこまで言われなければいけないのか分かりません。自営業を辞めて彼女の幸せの目を考えるべきですか。うん、その知人がバカだから無視していいと思いますよ。あの、まあ、その自営業が何かによるんですけど、その、あの、自営業が例えばそのなんか、あの、声優を目指していて、あの、まあ、いつもはバイトで暮らしていますとかであれば、うん、それだったらちょっと、あの、正社員になった方がいいかな、みたいな話になると思うんですけど、あの、きちんとお金を稼げているので、自営業をやってるのだったら何の問題もないと思うんですよ。で、その、あなたがどういう仕事をして、どういう売り上げを上げていて、どういう取引先がいて、その、満足してもらって仕事を発注してもらってるっていうのは分からないじゃないですか。なので、なんかそれが分からなくて、なんか自営業だから辞めた方がいいみたいなのって、単に状況が分からなくて、偏った知識で何かを判断してるだけなので、アホは無視していいんじゃないかなと思います。説得しても無駄なんでね。はい。
これ契約、26歳東証一部上場企業年収400万の契約社員です。世田谷区東横エリアの駅地下0分の実家を将来的に世帯住宅に建て替えてほしいと母が希望しており、私にもメリットが痛め現在婚活をしています。家の隣の家1軒分ぐらいの土地が将来的に様々な需要からかかなりの確率で母の手にありそうで、その土地と実家を落とし込んで世帯住宅にする予定です。どんなスペックの結婚相手を探せばいいでしょうか。またどのタイミングでこのような話を相手に伝えればいいでしょうか。まず伝える必要がないです。あの金目当てのやつではろくでもないやつしか来ないので、で、あの最初にその東証一部上場って書いてますけど、あなたのスペックは契約社員です。なので、あの契約社員の人って東証一部だろうと二部だろうと、あの中小企業だと一緒です。あの東証企業、あの一部上場企業の正社員であればそれはスペックになるんですけど、残念ながら単なる契約社員で、でその母親が金を持ってるから自分もそれなりなその価値がある形になっていい旦那さんが捕まえられるかもっていうことで浮かれてらっしゃるのかもしれないですけど、あの26歳年収400万の契約社員っていうのがあなたの現実です。50歳で未婚の人はほぼ死ぬまで結婚しません。東京の男性の3分の1 32.15% は独身で死にます。東京の女性の4分の1 23.79% は独身で死にます。独身の人は早めに東京から逃げましょう。で、あの母親がどういう財産を持ってるのかによるんですけど、多分二世帯住宅にするよりも売っ払っちゃってマンションとかアパートにするか、売っ払ったお金を分けた方が儲かると思います。というのは要するにそのじゃあ、あの駅地下のところに住みますって言っても、別に実家に住んでるだけで家賃が安く済むというだけで、家賃がそんなにかからない、その、あの便利な場所に住んでる年収400万円の26歳っていうのは変わんないんですよ。でそのなんか売っ払って大金持ちになりましたであれば、そのなんか貯金が5000万円あります26歳ですってなったら、まあ、選択肢増えるかもしれないですけど、あの実家であれば別にそれでお金もらえるわけでもないので、そうするとあの年収400万円の契約社員26歳です、どんな人と結婚できますかって言ったら、うん、普通の人と結婚できるんじゃないっていうのになると思います。美人とかであれば別に別あのなんかあると思うんですけど、多分あのそういうことでもないということだと思うので、あの浮かれないで普通の人と結婚した方がいいと思いますよ。30歳歯科医師です。たった今彼女がマッチングアプリをやってることが判明してアカウントを見つけました。どうやったら面白く別れられると思いますか。あの多分偽アカウント作って友達の名前とかで釣ってみて、であの録音して撮影すると面白いんじゃないですかね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? OK OK Choose Whose fault? 家帰ってやめましょう。家で今つないでんすよね。どこ帰るんですか、うん